皆さんこんにちは、のぺです。プロジェクトハイライトやっていきます。よいしょ。さあ、前回はこちらドアを3つ立てて、でさらにここのオフィスのビルを5階まで立ったね。じゃあ今回はもっともっと拡大していきましょう。さあやっていきましょう。さあまずは何から始めようかな。今オフィス中が建てれるんだけど、まだまだこの要件を満たしてないから、これもなんとか満たしていきたい。とりあえずレストランがいるな。じゃあレストラン建てましょうか。じゃあどの辺に建てよう。まあ候補としてはこの辺だよな。レストラン、レストラン、まあ容量はあるんだけど、この辺をねちょっと開けておきたいっていう気持ちはねちょっとあるんだ。この辺か。この辺にしよう。よし、わかった。こんな感じかな。で、レストラン中、もう2つぐらい。よし、お願いします。で、レストランを建てるから水道のインフラも入れなきゃいけないね。で、他のレストランの売り上げはどうなんだろうか。なんかまあトントンみたいな感じなのかな。じゃあまずはこっち側にオフィスを作ろうと思うんだけど、電気はどうだろうか。あ、電気が結構余ってるから、じゃあ建てましょうか。はい、234と。で、ここまでインフラは電気しか通ってないな。じゃあ電気をガンガン入れていきましょうか。電気、電気、これか。はい、そしてあれ、あ、なんか電気がなくなってる。あ、金がないのか。まずいまずいまずい、しまったしまった。銀行から借りれるかな。あ、ダメだ、借りれないので、じゃあ契約を何かしましょうか。はい、ビルの入居者を50人、にする。はい、契約 OK。 これはもう一発クリア。よし、これで2000ドル入ったね、前金を含めて。よし、じゃあはい、つなげましょう。で、もう一軒電気だけのオフィスを入れましょう。よし、で、こうして、で、じゃあここに保険屋さんを。はい、他はまあこんなもんかな。よし、で、ちゃっかり広告も出して、はい、お願いします。で、そろそろエレベーターを立てないといけないな。やっぱ5階までね、階段使うのはしんどいと思うわ。さあ、じゃあこっちにさらに保険代理店を入れて、で、こっちの方にもオフィスを増やそう。で、電気は需要数54に対して供給が60で、電話がギリ足りないな。じゃあこっちに234、2つずつ入れるぐらいな感じにしようか。よし、はい、こんな感じかな。はい、お願いします。さあ、そしてこっちの方にフロア増設したから、レストラン中を入れるとして、で、ここに何を入れるかだな。ファーストフード、そうだな、迷うね、結構迷うんだ、ここがね、迷う。で、これで走行してるうちに1日が終了。で、今利益が2078ドルプラス、素晴らしい。よう、ここまで私あれだわ。で、もう一軒レストランを建てるとして、こんなもんか。じゃあもう一軒建てれるようにしよう。2456で、これで建てれるかな。そう、レストランはね、賃料はそこそこなんだけど、水道がいるんだよね。そして騒音と匂いを発生させるから、ここを注意しないとな。そう、匂いが嫌な
テナントとかも非常に多いので、そこは気をつけよう。よし、これで OK。 じゃあこっちに何か入れようと思ったけど、まあまずは水道を入れないといけないな。で、この辺のテナントがちょっと邪魔になってくるな。しばらく待機。よし、じゃあ次はこっちの方にフロアを伸ばして、そしてこっち、ここにもフロアを増設しよう。そしてここに階段をつけて、ゆくゆくはここにインフラを設備をね固めていきましょう。はい、で今電気を通してないから、じゃあこっちに電気を通して。ごめんね。あー、めっちゃ怒ってる。やばいな。このテナントは退去を考えてます。これがしばらく続くと本当に退去する。で、電気はまあ大丈夫だね。オッケーオッケー。そしてじゃあこっちにフロアを広げて、で、ここにこのオフィスの中の診療所を置けるようにしましょう。この診療所はね、下の階の方が好きっていうことで、1階くらいにあったらもうめちゃめちゃ喜んじゃうんじゃないかな。で、サービスが清掃サービスとファイル保管サービスを希望してる。だから新しく作らないといけないけど、こうやってどんどんサービスを作っていくと赤字がどんどん膨らんでっちゃうから、ここは一旦落ち着いて。さあ、今日の収益は2118ドルだね。素晴らしい。このままガンガン立てて行ってもいいんだけどな。ちょっと待ってね、もうちょい考えさせてくれ。じゃあ次はここにこの管理事務所を置きましょう。はい。そしてさらにここにインフラを立てて、はい、お願いします。管理事務所も皆さん。そしてそうだな、じゃあ次はこの人たちを移転させようと思ったけど、移転させれないから、じゃあ移転の事務所を、そうだな、この辺あたりに置いていこうか。移転移転移転、施設だね。ああ、結構でかいな。で、設置条件が地下か。なんてわがままな。はいはいはい。じゃあ、そうだな。じゃあ、この辺建てるか。はい、お願いします。じゃあ、水道のインフラも建てていきましょう。水道。ほい、じゃあここに置いていきましょう。はい、よし。で、じゃあ次はここに水道の配管ボックスを置きましょう。そしてそうだな、何を置こうかな。じゃあ昼食レストランを置いていきましょうか。で、昼食のレストランがファーストフードかな。で、このレストランなんですけど、同じ階にゴミ箱を置かないといけないんですよね。なのでその分費用がまたかさついてしまうっていうデメリットもございますな。うーん、難しい。これは難しいな。ちょっと待ってね。これ難しいんだよ本当に、この計画が。じゃあこのファーストフード店置いていきましょうか。はい、どうぞ。このショッピング用のビルとオフィス用のビルにしようと思ったけど、結局くっつけることになるな。まあ仕方がないな。で、そしてこっち側のアパートはまだまだ先ですね。じゃあこっちの方にゴミ箱とかも置いていきましょう。おーし、お願いします。はい、水道が通ってないって言われてる。はい、水道通します。で、電気が通ってないって言ってるね。次はよし。で、多分ゆくゆくはゴミ箱がないって言い出すから、そこを気をつけないと。はい。で、じゃあ移転事務所を置いていきましょう。移転事務所、はい。これだよな。
あれなんかさっきなんかもっと大きくなかった？多分違うのを置いたのかな。ああそうか、小型倉庫と勘違いしてたんだ私。じゃあここに置いていきましょうか、移転事務所。はい。そしてここの人たちを上の方に持って行って、ここにさらに飲食店とかを置いていこう。よし。じゃあまずはこいつらを上に持ってこうと思うんだけど、この移転ってね、費用と影響力がいるんだよな。今影響力は25あるから、これをアンロックするのがね、ちょっと最初のうちは結構大切。この運営管理者も置かないといけないから、なかなか悩ましいですな。じゃあまず運営会社をここに置きましょう。はい。そしてここにこの保険屋さんを移転させましょう。よし。じゃあこっちも結局くっつけちゃいましょう。はい。そしてじゃあ次はここにレストランショーで、今まで建ててなかったドーナツ屋さんを置いていきましょうか。はい。じゃあお願いしまーす。で水道も敷かないといけないな。はい。結構水道長いな。これは痛い。こんだけ水道引く割にはドーナツ屋さん安いんだよな。65ドル家賃が。はい。そして運営会社が手に入りました。でこのコンサルタントっていうのが、いろんなこの施設のアップグレードを行うためのものです。でさっき建てたのがこちらの運営に関する事務所なので、でこのアップグレードが可能になると、2つ目の建設事務所をアンロックします。で費用がかかるな、もうちょい後。なんだったらレストランをもう1個作りたい。電気はもう1個。よし、まだまだ大丈夫。じゃあここにレストランもう1個建てて、ファーストフードが昼食と夕食か。だから朝っぽいのがいるな。朝サンドイッチか。サンドイッチだな。じゃあサンドイッチ屋さんを置きましょう。はい。そしてこっちのフロア新しくできたね。でゆくゆくはここにエレベーターを建てるので、エレベーターの分を開けつつゴミ箱を置きましょう。でゴミ箱がこれだね。でゴミ箱にはこのゴミ収集所っていうのがいるんですよね。このゴミ収集所がないと、このゴミ箱のところにゴミが溜まって、でもう臭くなって捨てれないわっつって満足度が下がる。じゃあここに、はい、じゃあ置きましょうゴミ箱。はい。そしてゴミ収集所がこうか。じゃあ地下に作っていきましょう。はーい。2、3。でもね、ゆくゆくはね、ここに地下鉄を作る予定だから、もう一個下だな。迷う。さあ、どうだ？で、新しく家がアンロックされてるね。2BR アパート用のスペース、ショー。そうか、評判が一つ上がって4になったんだ。よし、いいぞいいぞ。はい、今日の収支は1738ドルプラスか。黒字がちょっと少なくなっちゃったな。いろんな施設建てたからね。まあ仕方がない。じゃあゴミ収集所を新しく建てて、もう一個フロアがいるか。はい。そしてはいはいはい、出ました。コピーセンターに昨日は対応できないリクエストがありましたと。このタイプのサービスをもっと増やすべきっていうメッセージが出ました。これはですね、実は言うとこのコピーサービスに関しては満たしてるっていうことが多くて、別のサービスをくれっていうメッセージなんですね、多分。おそらくこれだ。はい。オフィス用品のお届けサービスが必要なので、じゃあオフィス用品のお届けサービスを作りましょう。
オフィス用品、これだね。じゃあこれを作りまーす。はい、ドン。で、多分電気もいるから。はい、じゃあ電気も引きましょう。よし。で、これを立てます。で、立てたところで、このメッセージすぐ消えないんですよね。1日経たないと。昨日のメッセージなんで。なので、これで1日経って、消えなかったら、このコピーセンターをもう一つ増やすみたいな、そんな感じでいいと思います。じゃあ、こっちの方に、さらに、オフィスショーを増やしていきましょう。この辺だな。もう一個上にしようか。この下の階の方が好きっていうのは何階ぐらいまでっていうのはね、あんまよくわかんないんだよな。なんだったらもう一回増やしましょうか。ゆくゆくはエレベーターも増やすつもりだし。で、お金がでも微妙に少ないな。とりあえず拡大路線で行こう、今回は。ちなみに、診療所はね、清掃サービスとファイル保管サービスがいるから、他にあるかな？清掃サービスとファイル保管サービスがいるような会社。それを建ててから、この診療所を建てるみたいな感じでもいいんじゃないかなと思います。じゃあ、この辺に。はい。で、次は、なんだなんだ。あー、そうか！電気がないか！電話電話。じゃあ、電話増やしましょう。すっかり頭になかったわ。じゃあ次はこっちに、インフラを伸ばして。さあ今電気も足りないか。じゃあ電気を、じゃあ増やしましょう。電気はそうだな。まあ、とりあえず、この辺に置いておきましょう。よし。だいぶ不満が募ってるな。そして、次は、そうだな。じゃあ、ここにさらに、オフィスを増やす。こっちか。こっちにオフィスを増やそう。はい。そして、二つ入ってもらう。これでどうだ。はい、お願いします。これで電気と、電話交換機。供給数に対して需要数が少ないな。もう、ワンフロア上、上げようか。もう少ししたら。さあ、電気と電話が通ってないよって文句言われてる。で、通すと、多分、お金が足りないから、契約、なんか契約しよう。そうだな。一日で満たせそうなのは、そうだな。なんかある？なんかある？オフィスワーカーを25人増やす。これはどうだ？オッケー！一発クリア。で、前金500の報酬1000で1500ドルもらえました。よし、これで。電線をつなげる。電話線もつなげる。オッケー。ふう、よかった。はい、お願いします。で、こっちの方にももう少し立てたいな。1、2。こんなもん。はい。よし、頼んだ。で、明日になってこのメッセージが消えてなかったら、コピーセンターをもう一つ増やす方向も考えないといけないね。まあ、とりあえず様子見ましょう。はい。よし、メッセージ消えたね。素晴らしい。で、今日の収支がプラス1537ドル。どんどん黒字が狭まっていく。まずい。じゃあ上のフロア増やしましょう。はい。で、階段増やして。で、こんな感じかな。はい。そして、こっちの方も増やそうか。よし、お願いします。じゃあ、ここをどんどん増やしていきましょう。じゃあ、配管ボックスも立てて。で、あらかじめ電話線も、と電話線も、電気線と電話線か。もう日本語がもう、ひっちゃかめっちゃかになっちゃってる。よし。で、これで。
じゃあ会計事務所を2つ入れましょう。よし。で広告も出して、で法律事務所がと、あと制作系の企業も募集が入ったね。よし。じゃああと3つか。でこっちが探偵事務所、探偵事務所か。探偵事務所、あ、法律事務所ってことな。はい、じゃあ、はい。でこっちが設計系か。はい、こうだね。よし、これでインフラを伸ばして、はい。でこれでどうだろう。でインフラが、うん、まだ大丈夫、まだ大丈夫。こうやって何かを建てるたびに、このインフラがちゃんと足りてるかどうかっていうのを確認がね、すごく大事で、こうやって見るとね、水道が全然使われてないな。施設も老朽化してるし。じゃあ老朽化直そうかなと思ったけど、金が足りない。なんかね、すぐ汚れるんだよな、この辺。なぜなんだ。じゃあこここれをじゃあ一個壊して、でこの人たちを移転させましょう。これで老朽化のコストが浮けばいいんだけどな。じゃああなたも上に移ってください。まあただじゃないからね、相手も納得してくれるでしょう。あ、てかゴミ収集所作ってねえや。で今ゴミの容量が 20% か。まあまだ大丈夫だな。あと数日放っておいてもゴミは多分たまらないな。ゴミの収集所のコストが150か。結構高いな。もうちょっと待って。なんだったら2回ぐらい作らないとダメだな。でもだんだん売り上げが下がってってるような気がするな。これは厳しい。じゃあまずはこの小売店と飲食店の改装を行いましょう。はい、お願いします。金がねえ、金がねえよ。じゃあ次は契約なんかあるかな、達成できそうな契約は。もっと通勤者、もうこれダメだな。あ、難しくなってきた、どんどん。小売店か。あと1店舗必要なんだよな。だから2階を作らないといけないっていうのもあるから、じゃあこの際立った収益で、はい、オッケー、これは一発クリアだった。はーい、めちゃめちゃ金が入った、素晴らしい。なのでそうだな、じゃあここに会計事務所を1個入れましょう。で電話もよし、通ってるね。はい、オッケー。今日の収益は1956ドル。かなり増えたね。よかったよかった。増えたというか戻ったんか。じゃあ回収を行っていきましょう。そして何個か汚れ、老朽化してるオフィスがあるな。これもインフラが壊れないうちに直さないといけない。どうもちっちゃいオフィスはね、老朽化しやすいらしいな。どうかな。でゴミの溜まり具合は今33か。まだまだ余裕。もうちょっと待ってね、もうちょっと待ってね。このオフィスを増やさないといけないからな。じゃあここに、はい、じゃあ広告出して、でこっちの方にもオフィス一つ分作れるようにしてほしい。で供給が足りてないな。一つぐらい入れれるか。入れれるね。はい、じゃあお願いします。じゃあここに階段作って、はい。そしてそうだな、まあこうしとこうか。とりあえずなんか作っておこう。はい、今ねレストランも増やそうと思ったんだけど、競合店が増えてるからちょっとレストランの人たちがブーブー言い始めてる。
満足度はめちゃめちゃ高いんだけど。で、ここもう一つ建てれるようにしよう。2、4、6、8、とだね。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。よし、OK。よーし、じゃあ、どんどん広げていこう。できれば縦に増やしたいんだよな、俺。縦を伸ばしたいんだが。で、ゆくゆくはここにアパートを建てる。よし。まあ、今はアパート建ててもいいんだけどな。もうちょい待って。とりあえず今はオフィスだ。で、さらに後で電気と電話を増やそうか。よし、じゃあ今回はここまでにしましょうか。はい、ご視聴ありがとうございました。次回をお楽しみに。吉川チャンネル登録、高評価お願いします。のっぺんでした。さよならー。